はい、どうも、せつおこと、豆彦の永井と申します。今回も始まりましたせつおと女子会ということで、今回3回目ですね。今回はレイナとミハルをお招きして3人でお話をするんですけど、ごめんなさい、ちょっと今回僕が自己紹介したいんですよ。はい、今まで前回前々回とレイナとミハルとララハとリンの自己紹介の時間があって、今回3週目なので、ちょっと手短にちょっと僕の時間いただいてもいいですか？あ、もちろん。いいですか？いや、なんか忘れてたなって思ってたんですよね。忘れてたっていうか、これだって YouTube じゃつけるじゃないですか。節操と女子会と書いてあります。お、女子会だから聞こうじゃないかって聞いたら延々と俺喋ってんだよ。いや、だって女子会だから聞くわけ。もちろん節操ファンの方が多いに決まってますよ。あのね本当にいないからね。いやだってノッテビアンカのほぼ主役じゃないですか。あのね、なんかね、そう、主役だぜと思ってさ、うん、いや、もうさぞかしいいこと言ってもくれんだろうなと思って期待してんだけどさ、全然来ないですかね、僕に対するこう いいよみたいなやつは。じゃあ今回はもう冠番組なわけじゃないですか、うん、だって。あ、節音の節音と女子会なのこれ。節音がメインですよね。女子会がメインでしょ。え、いや、こんなサムネにこんな女子たちは影なのに、ね、節音さんどう。いや、だって知ってるでしょ、それサムネに知ってるから。なんで女子たちが影になってるか知ってるでしょ。そうだ、今回私レイナと、うん、とミハルです、はいはい、参加してます。で、じゃあ2人が聞いてくれるのね、なんかそのインタビュー的なやつね。あ、じゃあ分かりました、任せてください。じゃあまずちょっと自己紹介するね、前回前々回の流れと同じように。はいはいはい。でちょっと初めにこれ言っておきたいのがさ、節音こと長いってなっちゃってるのがすげえ複雑なんだよね。はい。で、僕は名前は長井博士なので節音味がないのよ。あー、なるほど。本人の性格とキャラクター、節音っていう役は、あ、というより多分これをポンって聞いた人は節音を知ってるかどうかがわからないじゃない。あ、長井節夫さんだと思われる。あ、そっか、節夫ことっていうのもちょっとおかしな表現だね。で、なるほど。でちょっとそこ説明させてもらうと、まあ、これ今井川さんのチャンネルでやっていて、まあ、豆彦の井川オーナーの井川さんのチャンネルでやってるんだけど、この井川さんが、まあ、制作脚本演出をしているノッテビアンカっていうドラマの役として僕は節夫っていう役で出ていて、で、まあ、これを聞いている人の中でも一定数はそれを見ている人かなっていうことで、うん、節音と女子会っていう名前にまあしているってことなんですよ、うん、はい、なので僕の役柄としての節音 で今回話をするのは別に節音のキャラとして話すっていうよりは、まあ、普通に永井として話しますっていうのをまず最初に言っておきたい。あ、はい、3回目にしてあれですけど、3回目にして、はい、ちょっとこれをちょっとお見知りおきいただきたいと。はい。でその上で自己紹介をさせていただくと、まあ、ちょっとざっくりとした話をすると、まあ、僕は妻がいて小学4年生の子供がいます。43歳です。43歳なんですか？43歳です。だからあれですよ。はい、35歳ぐらいだと思ってました。微妙だねそれ。でもね、でもね、私もそう思ってましたよ。聞いたら、最初に聞いた時、うんうん、あれもうちょっと年下かと思ってたって思って、うん、これ不思議なもんで、何歳に見えますかって言った時に、その人が顔が若いとか顔が老けてるかで人はね、多分ね、年齢を判断しないんだよね。はい、なんかキャラクターとか、俺が多分低く見られるのは顔じゃなくて声の高さとかなんだよね。うんうん、声、そうですね、確かに。そうそうそう、だから声が高かったりすると多分、ね、そんな人って顔見てないんだろうね。うん、うん、そうかも。立場なんですかね。立場が弱い。
いやいや、なんですかね。うん、やっぱその人だけ、カフェのお客さんでもその人だけで来て、うんうん、いや年齢不詳だなって思う人結構います。なんかもう一人いると分かるみたいな。ああ、相対的にってこと。そう、なんか二人組で来ると、うんうん、あ何歳ぐらいかって組み合わせでこんな感じなんだろうって。まあ一人でも、うん、あのあるって分かるけど、うん、なんか本当に分かんないっていう人も誰かと一緒に来るとなんかわりかし、あこの人このくらいの人、あこの人意外と大学生だったんだとか。あそういえばさ、あのこの間あの妻と子供がさイベントに参加したのね。この井川さんが、まあまあ、ある種主催している、うんうん、まあ、プロデュースしているっていうのかな、エトワール吉野っていう、うんうん、まあ、ライブがあった時、それ妻と娘が来たわけ、うん、で帰りに、あそういえばなんか挨拶してくれた人いたよって言われて、うん、で誰かなと思ったの。でいくつぐらいの人って言って、あすごい若い人かとかいろいろ聞いてたら、まあ、ちょっとすみません聞いてる人分かんないかもしれないけど、タカトくんっていう人だったの。あで、まあ、ちょっとタカトくんって言われてもと思ってるかもしれないけど、この子は、まあ、パッと見は結構若く見えるんだよね。めっちゃ分かります。まあ、そう30ぐらいなよね多分あの子。30なんだけど、もしかしたら大学生でも通るんじゃないかぐらいの見た目をしていて、うんうんうん、でもうちの妻はいやそんなに若い人じゃなかったって言ったの、うん、でもあの人30で見た目20代前半って言ってもおかしくないぐらいの感じだよって言ったけど、そうなんだって感じだったわけ。でももしかしたらそれは係の人としてなんか誘導しているみたいな立場があるから、うん、ちょっとしっかりして見えたり、普段のこうあのダラッとした感じのこう喋り方じゃなくて、そういうこうバイアスをかけてうちの妻はその人を見ていたので、まあ、年がいって見えるとかある程度ね、うん、だからその場のキャラクターみたいな、そのさっきの立場みたいなのも、うん、年齢の見え方とかにさ影響してんのかもしれないね、うん、結構そういうのあるなって。確かに確かに、なんか会社とかでさ、俺全然偉くないけどめちゃ偉かったら年上に見えるのかもしれないしね、うん、仮にね、うん、まあ確かに。あ思い出した、あのなんで永井さんが年若く見えたかって、そういう観点で言うと、最初に来た時豆彦に来た時って、うんうんうん、あのコルクラボの皆さんと一緒だったじゃないですか。ああそうね、コルクラボっていうちょっと別のコミュニティがあって、うん、そこに僕は当時参加してて、まあ、その一員としてね豆彦に来たんだよね、うん、そう。それでそこにいらっしゃった方はわりかし皆さん30代くらいに見えたんですよね。4人で来てそのうちの1人ぐらいで、あ確かにみんな多分その30から35ぐらいまでの人だったかも、うんうん、そう。それでああじゃあ同じぐらいかと思ったのかも。ああなるほど、うん、あじゃあもうさっきのあれだね、そのカフェに来る人の組み合わせで判断するってことでもあるね、うんうんうん、いやおもろあ最初にいらっしゃったのは、うん、あの演劇がきっかけですよね。あそうなんですよ。でちょっとそちょっと年齢の、ね、もうずっと今何歳に見えるか話が終わるんじゃないかと思ったんだけどそうなんですよ。で僕この豆彦に初めて関わることになったきっかけが、去年の5月にフォークっていうね、これレイナも出演している、うん、これも井川さんが作った舞台に役者として参加をしたのがきっかけなんですよ、うん、でそれが、まあ、ちょっと関係のある井川さんと関係のある佐渡島洋平さんっていう人がいて、その人が主催しているコルクラボのメンバーとして僕がいて、うん、で出たい人みたいな声かけがあったので僕はやってみたいと思って手を挙げて、じゃあちょっと面接しようじゃないかって言って豆彦に行って井川さんと喋ったっていうのが初めて豆彦に行った、まあ、思い出というかきっかけになっていて、もうちょっとナイスパスだったのでそのまま先に進めると、僕はこの豆彦の中で結構関わってるね人たちって多くは店員さんだったり豆彦のお客さんだったり、豆彦のお客さん兼その井川さんの主催するイベントのお客さんきっかけで入ってくる人が割合として多かったり、
まあ、美晴の場合はねあれだけどお母さんきっかけっていうそのパターンもあるけど、うん、で僕の場合はカフェの利用者としてはあんまりそうですね、うん、あのもともと来たこともなかったし、うん、でまあポークに参加させてもらってでその今ドラマで乗ってビアンカっていう YouTube のドラマに参加させてもらってほぼほぼ演者として関わっているっていうのが、うん、まあここで一番話しやすい自己紹介かもしれない、うん、けどその前に役者をやってたかつは全くやってないから、うん、別にそのプロ役者的なものでいるんじゃなくて基本的にもうああでもないこうでもないっつって言われながらなんとかやってるっていう感じですね。いやでもねちょっとね謙遜ってほどじゃないけどやっぱ最初に井川さんと面接した時に、うんうんうん、4人いきて、まあ、2人、まあ、合格っていうか他の2人はねあのじゃあやめときますっていうことになったんだけど、うん、やっぱあの最初から光るものがあったんだと思ってて最初から光るものがある、うん、なんかもういいねいいねって感じだったその時のあマジですかこれ面白いね当時42歳ですよそう光る42歳ってなんかだってその時の舞台のポークってやったのはやっぱ主演ですからねいきなりそうなんです、ね、そういやもう本当に本当にこれは何事かと思ったマジでそうもうこの東京、うん、現代をもう表しているもう時ままこの姿勢がもう現代であり東京ではリアルだっていうのを言ってていやすごいなと思ってこんなに本言われるのでいきなり演技もやったことないって言ってるけど主演で本が出来上がってきていや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 あれは確かにサプライズだったしじゃあ今のやつだと光るキラリと光るものがあるからさそこからまあじゃあこのねまあそんなに大きくないコミュニティの中でさスターダムに登っていくのかと思いきやまあねいろいろ言うねありましたからねそのポークの時だってもうあのポークっていう劇は他の人は役者をやっている人たちとかも入ってたわけよねあそうですねそううんうん、そうで僕ともう一人もんちゃんっていう女の子が今回その時コルクラブで入ったのでこの二人はもうやったことない素人なんだけど、まあ、レイナはその他にもこう井川さんの作品のみにおいて出演したことはあった、うん、だ井川作品のベテラン役者なんですよはいであとの3人は、まあ、何がしか演技経験があって宝塚目指してた人とか、うんそうそうあのパントマイムをやりながら、まあ、もう子役の頃からずっと役者やってる人とか、うん、もうがっつり役者の人とかが入ってる中でだから その中で主役にいきなり抜擢されたのどうなると思いますこれこうなったら絶対怒るよなえちょっともうちょっとこうやってよああやってよ、うん、なんでそうやんのみたいなのでまあねいろいろご指導ご鞭撻をいただきながらですよねそうもうそうですよねなんかね稽古の期間もあのコロナの緊急事態宣言とかなんか挟まっちゃってそうなんですよ、うん、本当は2ヶ月3ヶ月とかでやるのがもう半年ぐらいやってましたよね確か稽古だけで、うん、12月に稽古始めて1月に本番のつもりだったのが、うん、結局5月が本番になったんだよねそっかそっかそっか、うん、そうですよねだからそうそうもうその間大変でしたよねきっと、うん、そう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 まあでもだから言ってもさレイナはが一番ベテランなわけですよだって、うん、もう井川さんって演出がやっぱり井川演出ってあるじゃん多分ああうんうんそうですねな一般的なのが分かんないけどまあでも分かりにくいですよね最初から入ると。俺も分かんないんだけど一般的なのでも一般的じゃないんだろうなと思ったエピソードがあってその役者3人が結構戸惑ってたのあれこれなんだ経験のあるさあそのやってる間に、人生相談とかになったりしますねそうなんかこうそこの演出あそうじゃないんじゃないのってやるじゃないその芝居やってんのでそれはもともとこういう性格だからこうなってんじゃないの
とか言って、いやいや確かにそういうことありますねとか言うと、いやそれはやっぱ今後直していった方がいいよとかって、俺一回言われたのは、お前は今まで一度たりとも自分で決めてこなかったんだってだからそうやって人といつもコミュニケーションを取ろう取ろうっていうスタイルの演技になって、自分でスパッと決めるような演技ができないんだって言って、お前は決めなきゃダメなんだっつってどうしたらいいそう本当になんかそれでお前は止まれないとかも言われてましたよね。そう例えばそうなんだよねって言った時に必ず語尾がそうなんだよねってなるけど、そうじゃなくてスパッと切って、そうやって相手にねそうでしょうってやるなっていう。そうですね、でも自分では分かんないじゃん、そう自分でそうでなんですねって言ってんのかねって切って自分で終わらせてんのかなんて、でそんなとこから決めたことがないと言われると思わないじゃんそうですよね。だからそれはね結構だから勉強になったね、あの演技っていうよりは、あの人間としてはね、なんか井川さんの演出もそうだけど、一緒にまあ結構長いこと練習してた立場からすると、やっぱこの人本当にマイペースな方なんだなっていう印象が強くて、それはあの結構いい意味なんですけど。え、それは俺がってこと？井川さんがじゃなくて？いやいや、永井さんでしょ、もちろん。俺がマイペースいや本当に、だってその今戸惑ってるって言ってらっしゃいますけど、その本当に人の顔色見て伺いながら生きてる方だったら、あ、はいはいってとりあえず言うんですはずなんだけど、言われたことにね。そう、でも永井さんは違うんですよその分かりませんってちゃんと言うんですよ。ちょっと待ってください、今ちょっとこう言われましたけど、こっちですかあっちですかみたいな。あー、なるほどね。そう、それ物議を醸したやつね。そう賛否両論のあれなんですよ、これはちょっとまあ自己紹介なんで思い出話をさせてもらうと、それを怒られたことがある、あの井川さんじゃなくてね、で井川さんはそれ言うから、いやこういやそこはこうこうこういうことなんですかって、ちょっと分かんないかこうこうっていう問答を10分ぐらいやってたりするから、後の人たちから先に進まんこれじゃ先に進まんのではいと言えっつってそう、まあね、まあそれもそうなんですよねなんだけど、もうそれを旗から見てた私はいやなんてすごい人なんだろうと思ってだってそのなんていうんですかね、自分で決めてこなかったとは言われてたけど、でもこんな自分がなきゃできないじゃないですか、そんな一回、こう自分がここが分かってないです、ここをこうしたいと思うんですけどどうですかっていうのを一個一個ちゃんと納得しようっていう姿勢が、いやすごいなこの人って思ってたんですよね。なんか俺それ初めて褒められる対象になったわ。 あそうですか。だって当時はそれ非難の対象だったからね。まあそうですね、状況によるのかもしれないけど、いやでもこれあれですね、ここで今そういうことが分かってもらえたとして、でレイナもそれを理解してもらえたというか、公的に捉えてもらったとしたならば、このラジオは大変やりやすいね、あの本当な、そうですね、なんかはいはいはいって適当に聞かれないっていう信頼があります、ああ、永井さんに対して。なるほどなるほど、いいじゃないですか。そうじゃあちょっとそんな感じでってことだね。はい、じゃあもう今後もだから女子会で喋ってるけど、こっちはもうなんか分かんないことがあったらグイグイ行くってことで大丈夫なの、はい、大丈夫です、細かく言って。はい、いや楽しみですね、これは。なるべく付き合いたいと思います、いやなるべく付き合っていただけるとありがたいです、はい、こちらもよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということでこれは節音と女子会って言って聞いた人にとっては何のこっちゃの節音の自己紹介の会ということで
ちゃんとできましたかね、はい、今。いや、いいんじゃないですか、あの、これでマジで俺の生い立ち語った日にはすげえつまんないからね、これ。結構面白いと思いますけどね。意外と興味ある。それで、じゃあ5階でや、5階景色でやっていいじゃん、もう。幼稚園。ちょっと長いかな。ちょっと長いね。あの、小出しに。じゃあちょっとそれも小出しに出していこうかなということで、ちょっと今回締めちゃっていいですかね。はい、ちょっとごめん、これね、締め方考えたいけどまだ決まってないね、うん、ということで、じゃあ急に締めさせていただきます。はい、はい、じゃあせーのでバイバイって言って、せーので、うん、はい、せーの、バイバイ、バイバ